がトンネル で、はい、でその前に機動隊が2列になって、まあ、1時間ぐらいで混乱します。だからもし関連の人が、はい、今日、まあ、9時までに車とか入れたければ、はい、もうここを通るしかないので、うん、でそれでここを多分伝えて。なるほど。でも再稼働のための準備の人員とか資材とか搬入があったとしたらもうすでに中に入られてるんですよ、ね、そしたらだからまあしょうがない ね、 ね、うん、それよりこれから後のものは入れないというつもりで皆さん止めてらっしゃる、ね、一番最初僕はまだ来てなかったんですけど、一番最初はあのトンネルの中で転居してたらしいんです。なるほど。それがだんだんこうちょっとずつ押されて今日はもうずっとここです。わかりました。ありがとうございます。どちらから？僕は横浜から。横浜から来られた。何時頃？何時頃？僕は今日来ました。どうした？ありがとうございます。大分の中継。大分の中継。コロさん。お疲れ様です。お疲れ様です。ちょ、こちら見て。はい。IWJ 大分のずっと中継やって頑張ってくれました河野さん。谷合さんごめんなさい。河野さんはどうした？河野さんどうもお疲れ様です。ありがとうございました。いつ着きました？6日の朝6時30日朝6時。もうだいぶ寝てないでしょ？いや2時間ほど寝ましたよ。2時間寝た。お疲れ様でした。何時に着きました？6時ぐらいですかね。一緒に来られた、はい。これまでの状況っていうのを、まあ、ずっと中継はされましたけど、どんな状態だったのかちょっと教えてもらえますか？私たちが来た時にはもうすでにここに車が中に入って、門のところはちょっと、もう私たちが着いた時には多分、こちらを向いて、私たちが見た時は、はい、多分10分ぐらい遅れて着いたと思うんですけども、門の前と後ろにもバリケードが、車でバリケードが組んであって、中にも人が入ってて、もうしっかり門は閉じられてて、それで警備員はこの付近にはもういない状態でしたね。でその後、まあ、仲間がどんどん集まってきて、しばらく遅れてから機動隊がバス2台で届きましたね。それで、何度かいろいろ押し問答しながらとか、まあ、語りかけて帰ってもらって、力ずくで来るものに関してはしっかり抑えて、それで到着状態が続いている中で、機動隊が、ね、後ろを回って中から入ってきちゃって、ちょっと陽動作戦見てきて、押したり引いたりしながら、いつの間にかこんな空間ができちゃって、多分2つに分けるつもりだったんだろうなと思うんですけども、まあこんな状態、空間ができてしまって、ちょっとカルチェラタンみたいな、こんな空間ができてしまったということですね。これでちょっと、はい、体を動かないで、あ、はい、マイクに使って、はいはい、あとはもうずっとこんな状態が続いてます。なるほど、はい。これでここで皆さんがね、まあ、一種の車でバリケードを張ることによって、はい、新たな資材、新たな人員の搬入は大井原発に対してできないわけですけれども、いやいや、船で、ここの中の作業員と機動隊は第3便くらいは、ね、船で来たんです、ね、船で入ってたんですね、はい、なるほど。もうずっと陸路じゃなくて、陸路じゃなかったですね。なるほど、なるほど。ずっと顔を合わせてたんで、大体顔が分かってたんですけども、突然なんか鎧着た連中で、顔を見たことのない初めての顔の連中がそこにバッと並びましたね。はい、ああそうですか。はい、なるほど。雨はずっとこんな調子ですか？いや、降ったり止んだり、いい時もありました。雨足強くなりましたね。強くなりました。今これが昨日と今日で一番強いぐらいです。あ、はい、今一番強い。申し訳ない、なんか雨連れてきちゃったみたいですね。そうですね。人はどうですか？人の数は減ったり増えたり？人の数は降ったり増えたり減ったりで、今日の何時だったかな、バスで2台ぐらい、大型バス、どこから来たっけ？あれどこだろう、大阪とかその辺のローソンの人たちじゃないかな。で
つまり大井原発は当然関西が地元、はいはい、関西電力ですし、はい、関西の人たちへの影響大変大きいですから、ね、関西の人たちへの関心って高いんですよね。そういうことでしょうね。いろいろ話してるの横で聞いてても京都だとか大阪とかそういうふうに皆さん言ってましたから、そこの方が来てたようですね。ちょっとちょっと回りながら、はい、話聞いていきたいと思います、はい、皆さんもどうもありがとうございます、はい、本当にまずエネループ足りなくなってない、電池足りないでしょ、電池、電池を取りに、いや電池をね渡そうと思って、エネループ使ってるんじゃなくて、もうちょっと違うのを使って、鉛の方を使ってますので、バッテリーは大丈夫、ポータブルなものがあるんですか。あ、発電機持ってきてる、あるんでね、それ使ってます。大分じゃあ、充電の方はバッチリ、充電は、いや、もう昨日の夜ライトで使いすぎちゃって、ちょっと今晩のライトが少しダメかもしれない。充電、電池USB でつなぐポータブルの電源みたいなあるじゃないですか。電池をまとめて持ってきましたから、それを渡します。電池を渡して、いやもう大丈夫、はい、皆さん、はい、どうも。よりもしっかりしているぐらいですね。お疲れ様です。お疲れ様です。どちら？大阪から柏原。はい、どうも。はい、ずっと福井の市長、福井市です。支給してくれてました。ちょっとごめんなさい、ちょっとおじ。支給してくれてました。はい、大阪の中継市民の柏原さん。ご苦労様です。いえ、とんでもない。ご苦労様です。これ、デイズと両方かい、ね、両方かい。そうなんだ。何時頃こっちに来ました。何日、何時頃。2時に、福井、本郷駅、若田本郷駅に着きまして、で、そのまま3時半にすぐここに来て、で、そしたらもう、あそこに見えてる、4台の車を、はい、ちょうどもうバッと止めて、タイヤにチェーンをかけてロックして、みんなキーを抜いて、でそのままここを選挙のように、準備はすごい手際がいいですよね。あれは誰がやったの。あれは、京都の、京都じゃ大阪のバンドの、まあ、あそこでドラム叩いたりしてる子たちとか、はい、何人かのもう若者たちが、はい、京都の、大阪の八王子すごい、はい、手際ですよね、はい、うん、彼らのインタビューっていうのも撮りました。いや、インタビューでもまあもうとにかく様子をし続けてきた、はい、うん、もう彼らのこの、ドラムのね音がすごくて、はい、郵送通じてもこの迫力と、はい、それから気迫が伝わってたんですよね、はい、で多くの人がもう夜中の間夜を徹して再稼働反対の声を上げてましたけど、はい、おそらく疲れ果ててただろうと思うんですが、はい、かなり持ち合わせてた。彼らはもうノンストップでやり続けてた、はい、もう朝までノンストップで、まあ入れ替わったりしながら、はい、でもう九州から北は北海道までいろんなとこからミュージシャンとかいろんな人たちが駆けつけて、で今日も女の子のドラマーでアフリランポっていう、まあ、関西では結構メジャーな子たちと、なんていうあアフリランポのアフリランポ、はい、のピカチュウっていう子とかが来て、で、まあ、もう女の子のドラマーなんですけど、もうずっとすごい気迫で、なるほど、はい、これ絵がね逆に向いた方がいいね。こっち側向いた方がいい、逆向いた方がいい、反対側向きましょう。今僕らが背にしてる方がトンネル側です。で、赤いずぶ濡れで頑張ってる彼が、はい、その八曜日って最初トラックを止めて、ちょうどあっちに見えてるすごいペイントされた、あ、はいはいはい、ちょっと回してあげて、
中の、番ですね。はい、はい、大井原発再稼働反対とペイントされている、ものすごいこう気合の入った上に公安とかにマークされながら車あれはマークなんていうもんじゃないよね、宣伝しているようなものですからね。はい、はい、OK、 こっち回して、はい、ありがとう、皆さん、雨具の用意は意外に良かったのかな。そうですね、当初から天気予報が、天気が崩れるっていうのはもう分かってたので、もともとこれは計画されてなかったんですけど、本当は今日の朝の7時から、前で座り込みをしようっていうことが、半原発のデモと同時に企画されてたんで、みんな当初から雨具はやっぱり天気予報を見て用意されてたんですけど、でみんな来てみたら、あっちの、運動公園で本当はキャンプがあってオキュパイをしてるんですけど、来てみたらこっちで何かあるっていうことで、ああなるほど、最初の拠点は別のところだったんだ、はい、この道なんだということに気づいたのが、はい、今から一昼夜ぐらい前なんですよ。そもそもまあ3ヶ月前にオキュパイでテント村は始まって、最初3人だったんですけど、3人で、はい、3人でテント立てて呼びかけてるうちに、もう毎晩あの Facebook とかでユーストリームでずっと拡散して、 Twitter、Facebook などでもう一晩に何百人とか何千人の人が世界中に拡散していって、徐々に先週、先々週で一時期200人ぐらいに増えたりして、で今日が一番本当は前で座り込みの行動と、昨日今日と、公民館とかを使って集会があるっていうので全国から向かってはいたんですけど、それが、一時期今日の午前中で1回午後も400人ぐらいに膨らんで、東京とか大阪からもバスで100人とか駆けつけたりして、で今はちょっとこの状態なんでみんな車で休憩とかされてるんですけど、で11時の時点で一度上からここは封鎖されてるんですけど、もう向こうから回って山の中を歩いて機動隊が一晩かけて、延べ100人ぐらいで、その中の40人はもうフル装備の、完全にスワットのようなが4、50人こっちから回ってきて、かなりこっちは400人ぐらいでもう膠着状態、もう緊迫した状態だったんですけど、で申し入れが受け入れられて、今はちょっと小康状態で、400人いたというのだと、今はそれよりはだいぶちょっと人がはけてると。そうですね、もう雨足が強いから、はい、皆さん車で来てるみたいですよね、相当車の列があって、はい、車の中に戻ってる人も相当いたんですね、はい、トンネルの中で、はい、でもうトンネルの向こうまで車の列は、そうですね、はい、じゃあこれはもうちょっと人が、ま、晴れれば増えてくる可能性もある、そんな感じなんですね。今は一度関西電力側が福井県の代表の方とかのこう原発をもうとにかく再稼働をやめてくださいっていう申し入れを県側、はい、県が、関西電力側が受け入れるということで、かなり緊迫してたんですけど、それで向こうが条件を飲んだということで、こっちもかなりみんな肩の力が抜けて、で一旦休憩というか、はい、ここでもう無理にこの雨の中でみんな待ってずに、で夜にまた9時から再稼働のに関して立ち会いで平野経済 副大臣ですね、はい、と時岡町長が立ち会いで来るっていうのがあるんですけど、夜までちょっとみんなこの状態で大丈夫だろうということで、9時ですね、9時がその再稼働のタイミングだと言われてます。このテンションね、もう一昼夜以上だいたいこのドラムも含め再稼働の声を上げ続け、徹夜じゃが続いてるじゃないですか、はい、2番目になりますよね、はい、みんな持ちそうですかね、ここまで来たらなんか全然そのもう疲れて身動きができないというような感じではなさそうだなと思いましたけど、はい、あと見てる人がですね、はい、
危ないことにならないかって随分心配はされてるんですよ、はい、暴力的な、ね、衝突、はいはい、そうお子さんがいたら避難させてくださいっていうこういう呼びかけもすごく強いんですけど、はい、見渡す限りお子さんはいないですよね。女性の方はいらっしゃいますけど、はい、いやお子さん連れは今ちょっとやっぱりみんな車に戻ったりして、ちょっとこの状態なんでやっぱり風邪ひいたりしてもいけないし、はい、ちょっと休憩です。なるほど。梶原さんは中継続けてたけど、はい、止まっちゃったけど、はい、バッテリー切れ？バッテリーいやちょっと雨で機材がもうカバーしきれなくなってきた、はい、でああいう風に養生ができてないっていうか、でちょっと iPhone と iPhone あと 5D Mark II ってカメラとだったんですけど、これがもうちょっといかれてしまって雨で、はい、バッテリー切れじゃない？バッテリーは大丈夫だ。バッテリー大丈夫。あそっか、電話も繋がんないんだよね。電話がこれ電話したけど繋がらないし、そうなんです。音が出なくなってしまって、これもね今マイクが雨に打たれてるんですごいちょっと心配なんですけど、はい、あまりに雨に打たれ続けると、はい、聞こえなくなっちゃう可能性もあるんでちょっと心配です。ちょっと心配してます。これまだ聞こえてるでしょ。お父さん確認できる？イヤホンで音を確認できる？無理。 OK、はい、ありがとうございます。じゃあレポートありがとうございます。ちょっとまだ中継市民の人や他の人たちにちょっと挨拶もできてない、はい、誰が IWJ の人間だか分かった、はい、大分の人とか、みんなね普通のチャンネルでやってるんだけど、はい、誰が誰だか分からないまま状態で、まあ、多少見た顔の人は分かるんですけど、やっぱり今日はもう昨日とは状態が変わってて、そもそも30人ぐらいだったので、やっぱりもう今日駆けつけた知らない人が大半です。あ、そう、はい、新たに新しい人が来た、はい、400人というのはいつ頃の話？最初30人ぐらい、400人ぐらいになったのは今日の、ある種はピークですね。ピークは今日の未明、朝の8時ぐらいから11時ぐらい。なるほど、午前中の段階で、はい、夜中の夜を徹しての非常に緊迫した場面を見て、はい、駆けつけてきた人たち、はい、ですね、はあれはでも150人とか200人いたかどうか最初は、はい、その夜中の段階ではね、最初始まったのは、最初は30人ぐらいでした、はい、はい、ここで田中隆作さん、どうもどうもお疲れさんです。はいはい、いつ来られてたんですか？もう昨日から。昨日の、はいはい、何時頃に来られてる？昨日の3時半です。で、ちょうどですね、はいはい、ちょうど反対派の人たちが、はい、ここの入り口を、はい、塞ぎ始めた頃です。あ、そう。そしてですね、はい、それから30分もしないうちに機動隊が駆けつけました。で、睨み合いになりました。それでですね、修復警察官が、修復刑事がこう突入しようとするのを皮切りに機動隊がなだれ込もうとしたする、そんな緊迫する画面もあったんですが、まあ反対派のその力で押し返したっていうか、市民の力で押し返したっていうところで、それは危ない場面があったんですか？押しからもあったんです。あった。もうやられるっていうか、なだれ込まれる的な接触もあったんです。はいはい、物理的な接触、ぶつかり合い、もうそうかなりこう押し合う、もうあった危ないかった。でですね、ほらそれなだれ込むのを食い止めたのはやはりですね、子供、赤ん坊を連れたお母さんたちが何人かいたんですよ。やっぱね、それが立ちはだかると機動隊もですね、やっぱね、手出せなかった。うん、やっぱこれは大きい、これは大きい。うん、でお母さんたちがね、機動隊を説得するんですよ。あなたたちにも子供がいるんでしょって言って、それは僕写真ちゃんと撮ってますけども、で要するに僕は機動隊もこの反対派の人たちも、まあ、市民もね、国民も、要するに両方とも野田政権の犠牲者なんですよ。もう そんな感じがしました昨日は。でね、機動隊とその市民との間にこのその会話が成り立って、会話が成り立って、その両者が一緒になって笑うという場面もあるんですよ。うん、どんな会話してる？やはりその警察は
ちょあそこはちょ向こうの外は町道ですからね、はい、道路交通法が適用されるんですよ、はい、だから道路交通法違反だからどいてくださいというわけですよ。ところが市民の側は原発はもっと危ないと、もっと法律違反だというわけですよ、うん、そういう押しマンドが続いてたんだ。そうそう、それでね、なんかね、はい、それでなんか 妙なね、はい、なんかあの妙なあの信頼関係ができて、緊張感の中に会話が生まれて、そうそうそうです、はい、それがなんかね、あの絵も言われぬ、そのなんかあのユーモラスな空気、そうそう、ユーモラスな空気ができちゃって、はいはい、そのお互いがこう笑うと、はい、同じ冗談で笑うっていうような雰囲気が出てきてて、あ、もうこれは簡単に攻め込まないなっていう感じでしたね、なりましたね、うん、まあ、とにかく最悪のね、流血とか、うん、暴力的な衝突とか、そういうのは避けられてる、それだけね、でね、でね、はい、ところがね、警察はね、もう一つね、裏技使ってきたんです、裏技を、はい、電力館の20人ほどお客がいるから、はい、お客がいるから、ここを開けてくれっていうわけですよ、はい、で、開けたのを皮切りに流れ込むっていう算段だったんでしょう、はい、ところがね、はい、この時期にお客さん来ますか、ダーブがね、そのお客ってのはね、関電の社員じゃないかと思ってるんですよ、だから みんなも それを察知して、で、開けな譲らなかったんです、で、今思ってるって感じです。じゃあ、あの、鉄の柵ですね、あのバリケード、そして車を塞いでる、これは、あの本当に、飾りじゃなくて、本当に有効に機能してるんですね。です、あのね、いいですか、鉄のバリケードはこれ関電のものです。え、そうなんですか。これは関電。ああ、そうですか。うん。で、ほら関電がその都合のいい人間だけ入れたりするわけですよ。はい。で、自動車とあと鎖でね、あの反対派が鎖で体をつなぎてるのがこれが再稼働をするバリケードなんです。あ、そうなんだ。ああ、はい。じゃあその先にあるわけですね。先ほどあの一番最前列のロープを走る。そうだし。あの人たちはもう あれです、再稼働阻止 あのバリケード、ピケなんです、はい、しかしすごいですね、このドラム、ものすごい、もうあのカーニバルのノリです、ところが今日になってこういうね、お祭りのノリになったけども、昨日まで、夕べまではもう悲壮感たっぷりだったんです、もう悲壮感たっぷりで、僕ももうやられるかなと思ったんです、もうあの郵送通しても、うん、このドラムのね、迫力っていうのは、あの画面の向こう側にいる人にも十二分に伝わってね、で疲れているであろう人たちも鼓舞されてるっていうのが、ね、よくわかります。それはある、それはある。うん、だからあの IWJ の中継多かったらどこだけ人呼んでるから。いやいや、あのみんなね一斉にやるから、あ、これは同じ時期にバッテリーが切れると思って、もう徹夜で寝ないで、そのまま飛び出してきた。ありがたい、これだけちぎれるわけ、これだけ言ってくれたのは IWJ だから、メディアなんかどこも来てないもん、日本のメディア、もうすごい、NHK は今、そうそう、福井からのど自慢やってるらしい、だね、でね、今日になってきたんです、今日になって、NHK とか、あの大阪の民放キー局とかね、昨日知らんぷりです、昨日知らんぷり、一番、昨日がやっぱり、今これがあるのは、昨日あれ、みんながね、体張って、防いだから。せいだからなんです、もう本当本当悲壮感ありました、昨日は。いや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 、龍作さんもね、体を張って放置続けてきたからご苦労様です本当にご苦労様です、頑張って、まああのびっしょりだから拭いて、はい、また後で話聞かせてください、はいはいはい、ちょっとドラムを前見るたび少しずつ前に出ましょう、よかった
ったら雨具使ってください、はい、どうしたら雨具使ってください、まず配るだけ配っちゃう、配るだけ配っちゃう、推進税で、あれが年間3000億円らしいですよね、大体3000億円強で、その7割が、原発関係に使われている、でうち、旧同年ですよね、そこに、今年で1200億円の予算が入れられている、で原発大国であるフランスがですね、年間の予算が、360億円だったぐらいなのに、当年1社で1200億円の予算というのは、これ、おかしいんじゃないですか、ね、ここではやっぱりよく聞こえないんです、ごめんなさい、難しい話はね、今、この現場だとちょっと聞きづらいんですけど、またゆっくり、ちょっと静かなところで聞かせてください、すみません、一回りさ、ね、してもらって、どうもありがとうございます、お疲れ様です。はい、はい、分かりました、ありがとうございます。この様子を、様子を撮ってくまあ、分からない、今ついたばっかりだから、ああ、そうですか、現状把握をしているのが今ね、ああ、なるほど、どっちかな、船
喋りチャンネルといってインターネットで流してるんですけども、僕は録画で流すので岩上さんみたいに生中継はやってないんです。突破しようとした男の人に対して警察が囲んで後ろから切ってたんですよ。まあ、彼は抵抗しなかったんで逮捕されなかったんですけども、ちょっとその話で、今この後撮ってますから、警察署前で去年搬送してた、搬送のサポートをしてました。サポートをしてた、はい、その時に僕はお会いしてるんですね。そうですね、当時は、はい、今はスナメリチャンネル、スナメリチャンネル、スナメリチャンネルという録画のインターネットのメディア、そうです、ね、主にあの上関原発の現場からなるまあ、録画をして発信してた。はいはいはい、じゃあ、はい、去年の2月の時に我々の沖縄のとこう一緒になって流れてた。あ、そうですね。でも僕はあの郵送はしてなかったんですけど録画だったんです。この現場にはいつ来られました？昨日ですね。何時頃？昨日のだいたい4時前ぐらいですかね。まあ、ここがまあ、突入隊というか先発隊が行ったっていうのを聞いて、ちゃんと聞きたいから、もうちょっと焦りたい。すいません、少し本当に音が大きいので少し端っこに寄りました、はい、昨日その着いてから、あ、警官とね、それから市民との間の小競り合い、もみ合い、そういう中で、いろいろ目撃されたという話ですけど、ちょっと見たものを教えてください。はい、まあ、警察の方としてはあんまり市民が集まらないように、まあ、僕たち市民は内側をこうして占拠してますけども、まあ、警察官は外側をこうバリケードを張って入らせないようにしたんですよね。で、後から来る人たちが、まあ、ここに入れないようにしようと、まあ、外の方でやってまして、まあ、それをある男の人が、まあ、入ろうとしたんですよね。で、まあ、そこに警察官がわーっと取り囲んで、で、若い男性、中年の男性、若かったです、ね、若い人、はい、それは一般の市民の人ですか？一般の市民です、ね、その人一人、その人は一人でした。その人一人に対して警察官がバッと、まあ、取り囲んだ、取り囲んで、はい、まあ、6人ぐらいですかね。ああ、取り囲んで見えないようにしてたんですけども、まあ、そこで後ろから何回も蹴ってるのを僕は見たんですよ。蹴ってる、はい、その男性のことを蹴ったんですか？そうですね、警察官が蹴ってました。それは足を蹴ってる、まあ、警察官が、そうですね、足元を蹴ってました、ね、はい、見えないように、見えないように、はい、でもまあ僕には見えたんで、何回も蹴ってたんですけども、まあ、僕の周りでも気づいてて、じゃあ抗議していい、見えてるぞとか、蹴ってるぞとかっていう声が出て、言いましたね。その後僕は言って、まあ、一応録画にも撮ってるんですけども、はい、まあ、否定はしましたね、蹴ってないと。でも、まあ、蹴られた男性もここを蹴られたっていう、ちゃんと足も怪我してましたし。あ、そうなんだ。やっぱりその挑発が行われてたんですね。そうですね。それで彼が思い切って、まあ、殴り返したりなんてしようもんなら、そこで逮捕になったんです。そうですね、多分もう逮捕しようとしてたんだと思うんですけども、まあ、彼は、まあ、最後まで抵抗しなかったので、
まあ、不動逮捕にはならなかったんですけども、まあ、そういう状況で、じゃあ本当に危ない瞬間があったんですよね。そうですね、はい、まあ、まだ多分逮捕者は出てないと思いますけども、まあ、警察としてはそうしてちょっとでもこう抵抗しようものなら引っ張っていこうっていうのは多分あると思うんですよね。他にどういうシーン目撃しました？こちらに来て現場で見ていたからこそ分かったことってあります？そうですね、レインコート使ってください。まあいい、びしょびしょになっちゃうからね、はい、そうですね、今の感じでこうして、ね、まあ警備員、機動隊が、まあ、時間になるとこう交代で来るんですけども、なるほど、まあ、それで昨日の晩あたり揉めてたのが、まあ、機動隊が前にこう押し出してきたんですよね、まあ、座ってる人がいるのにこう前にこう突き出してきたっていうので危ないじゃないかというので、まあ、揉めてたんですけども、まあ、そういうことはありましたね。まあ、今はその機動隊は、まあ、この状況が許される範囲だから来ないのかわからないですけども、まあ、今は そこの場所で止まってる状況なので、そうですね、まあ、争いというか、まあ、小康状態になってるんです。でもこれ人の圧力が弱まったらば前に出てきてもおかしくないですよね。そうですね、先ほどね、他の人の証言では警察がかなり強い圧力をかけてきたときに子供を連れたお母さんたちが立ちはだかったと。そしたらもう警察もさすがに押すという、物理的に押すということができなくなってしまう。そういう場面ありました。そこまで見れるの、時間帯によっても違いますから、ね、子供を抱いたお母さんが前面で抗議する場面はもう何回も見ましたね。 お子さん連れの方が結構多いんで、でもやっぱり危ないんで、そういうところはなかなか難しいですよね。難しい。向こうも、まあ、見てる人も子供だけ避難させてくれっていう声もすごく多いんで、うん、ちょっと声をかけて、本当ならば向こうはそういう場面では来ないようにしてほしいんですけども、向こうも結構押してくるのでちょっと危ない状況もあるかもしれない。ありがとうございます。またねちょっと聞かせてください。ひとまにまたしてきますから。どうもありがとうございます。お疲れ様です。うわ、タオル落としちゃってびしょびしょになっちゃった。ちょっとまた動こうと思います。あ、お子さん連れた人はそういう話、すみません、 IWJ の岩上と申しますけれども、ちょっとお話聞かせてください。どちらから？京都市内から。はい、お子さん連れですよね。はい、おいくつですか？36です。38です。お子さんは3歳です。3歳。はい、お子さん連れのね、親子連れの方も随分この現場多いんですけど、非常にですね、僕らずっと夜を徹して中継してるんですが、危ない、最前線立たせないでくれと、避難させてくれという声も随分寄せられてるんですけど、一方でここに来るとそのお子さん連れのお母さんたちが立ちはだかった時に警官が手を出せず、そこで、まあ、圧力を食い止めることができたという声もある。すごく判断の難しいところですけど、どうしてこの、まあ、ちょっと危ない現場にね、お子さん連れにいらっしゃるんでしょうか。まあ、どういう思いなの？まあ、私自身農業をしていて。農業？はい、やはりその、ね、水と大地を守るものとしてこの原発の再稼働はやはり許せないというのがありまして、はい、まあ、私自身40キロ圏内に住んでいるということもあるんです。40キロ、はい、一般的に言うと京都で60キロって言われるんですけど、京都市内の北部ですね。北部、はい、北部だともう40キロになっちゃうんですね。40から50くらいだと思います。京都のどのあたりですか？京北というところ。京北、はい、もうそんな至近距離だとやっぱり、まあ、この不安というのは。そうですね、特に大地を耕すものとしてもう直結する問題ですので、やはりこれ立ち上がらざるを得ない。ぜひこう今の機会を逃すことはできないと思って今日は参りました。はい、これまでこうした脱原発あるいは反原発の運動に関わったことっていうのはある？はい、私自身食料問題とかの NGO に関わっておりまして、はい、脱原発も昔から関わっては、一部で端っこの方ですけれども関わってはきました。じゃあ311以前から、はい、その問題意識はお持ちだったんですか？そうですね、ただここまで再稼働とかそういったもん運動の展開がなかったので、
まあね、こういった声にぜひこう一緒に自分の声を合わせたいと思って今日は参りました。お子さんは大丈夫ですか？まあ大丈夫みたいですけど、ね、守る。はい。まあ、なんか嫌な場面があったらね、怖いなと思います。そうですね。はい。男の子？男です、ね。男の子。はい。ちょっと向こう側向いちゃった。ほとんど気をつけて。はい。どうもありがとうございます。お子さん連れの方にお話を伺いました。ちょっと向こう側に移動します。はい、お疲れ様です。はい、お疲れ。どちらから？福岡から来ました。福岡から来ました。福岡から。お疲れ様です。おいくつですか？26です。お仕事は？美容師です。美容師。何日の何時に来られたんですか？昨日の、一昨日の夜について、昼の3時半にこっちに来た感じです。寝てますか？寝てますか？いや、ほとんど寝てないですよ。ほとんど寝てない。目が離せないんで。目が離せない。機動隊の方がすごく激しいんで。僕らずっとですね、僕が、だから来る前から中継のチームを出して中継し続けてるんですけど、まあ、バッテリーも切れそうなんで僕らはまずね、予定よりも半日繰り上げてここに来たんですが、確かにね、真夜中でもテンションが下がることなく口論するコースと、それから非常に緊迫した場面が予定していて、全然ね、目が離せなかったんです。これ見てらんないということで急いできたんですけど、実際に現場にいて今は小康状態のように見えますけど、本当に危険な感じがあったんですよ。いや、もう朝は警棒を持って機動隊が降りてきたんです。もう中継されてた感じですか？してます、してます。それはまあ切れている 全チャンネルが切れている時間帯っていうのはほとんど暑かだったと思いますよ。ほとんどは必ず何かどっかでやってました。まだ全スタッフと会えてないんです。まだ会えてない。元助さんが、うん、まあ、なんか身の危険を感じるようなことはまだないんですけど、今日9時に来るんですよね、大臣。今日の夜の9時ね。だからそれまでに片付けれてないと彼らもメンツが保てないと思うんで、まあ、何か仕掛けてくるんじゃないかってみんなで言ってます。あ、これも伝わるんですよね、相手に。相手に伝わっちゃうんですよね、これもね。もちろんもちろん。いいじゃないですか。別に、おかしなことをしてなければ。まあ、そうですね。はい。ありました。人波がね、多分こう入れ替わり立ち替わりじゃないかと思うんですよ。おそらくもうずっとこのやり続けてたらくたびれてしまうんですよ。どうなんでしょう。人の入れ替わりは随分してますか？顔ぶれ変わってますか？昨日、皆さん疲れ切ってないのかなと、それが心配だったら。昨日入った人に、今朝、東京から来た増員でほぼ変化してないんですよ。あ、そうか。だからその、まあ、これ見てる人で、まあ、後ろめたさとか罪悪感とか抱いてる人がもしいたら、本当もうみんなもいっぱいいっぱいなんで現場に来てほしいと思います。来ていいですよ。思いを伝えてください。関谷と申します。これ見てくださってる方はまあ何かしら感じてるものがあるから見てるんだと思うんですけど、まあ、感じてるだけじゃ事態は変わらないと思うんで人数が必要です。雨は激しいですけど、どんどん現場に来てみてください。よろしくお願いします。はい、一言、ここへ何が何でも来なきゃと思った自分の思いはどういうことでしょう？いや、まあ家族のためです。シンプルに。お子さんもいらっしゃるんですか？いや、結婚もしてないんですけど、彼女がいるんで、彼女は。未来があるな。羨ましいな。ありがとうございます。本当、お会いできてよかった。はい、ありがとう。どうもありがとう。また後で。また後で。ちょっと雨に濡れてるから、これ使ってください。ね。いいですよ、いいですよ。誰にあげる？あ、旦那さん、ちょっと話聞かせてくれる？嫌だ？あ、僕だ。はい、じゃあ、いや。あっち側ね、まだ濡れてる人がいるから、そっち行こう。最下の方に反対！プリース。最下の方反対！最下の方反対！え？いや、あ、村
神さんでしょ。岩神。あ、岩神、ごめん。そういつも書詞が悪くなってたとちゃう。読みました。読みましたよ。あ、本当？百人百は？気になってた。はい、百人百はを？え、百人百は？そうそう、以前ね、岩神さんの、はい、被爆してね、調子が悪くて、ああ、はいはい、そういう、はいはい、それから先生が、先生が分からなくて、どちらから、お国はどちら？あ、僕はフランス生まれですけれども、フランス、日本が長いですね、日本の方が長い。たまたま。今、どちらにお住まい？奈良。奈良。奈良。奈良から大変だ。いやいや、そんなことでもう、プラスだったら当たり前。え、プラスだったら当たり前。ああ、でしょうね。と言いながら、フランスという国はあまりそういう原子力政策に対して、ああ、そうね。あれとても推進的、まあ推進的というか、もうあそこの核産業の本山はそこにあるからね。原子力庁、フランスの原子力庁。どうしてここへ来られたの？いやね、あれは、いや、どういう思いということは、まあ、ここに来るしかない、行く場所、今、日本の中で、ここ行く場所はここだと、東京ね、国会議事堂、官邸前に行ってね、木曜日の晩は国会議事堂の前に大きなデモがあるということをしてて、僕はちょっと教師の仕事をやってるから、金曜日ね、無断欠勤で行ったの？東京に行きまして、いやいや、それしか、いやいやいや、とてもね、想像がつかないほど、お疲れ様です。すみません、名前間違って。大丈夫、お名前は？まあ、フランス語ですけども、ルーパーと申します。ルーパーさん、はい、ありがとう、はい、またどうもありがとうございます。またお元気で、うん、ありがとう。また後で話しよう、はい、ちょっと寝るわけ。雨に濡れてるでしょ。ちょっとお話聞いてもいいですか。お話聞いてもいいですか。IWJ の岩上です。はい、どうも。どうも、こんにちは。どちらから？岐阜から来ました。岐阜から、はい。何日の何時頃に来られたんですか。今朝、岐阜を5時ぐらいに出て、こっちに8時に着いて。どういう思いでここへ？小さい子供がいるんですけど。お母さん。お母さん、子供も。そう。で、さっきなんか新聞記者の方に子供連れてきて、子供を守ろうっていうのを矛盾してて、お前だったらおかしいっていうふうに怒鳴られたんですよ。言われたの？言われたんです。何新聞？なんかこう、入れてあったって。なんで名前と社名聞けばよかった？答えない。新聞記者だけどって言いながら。なんか新聞記者っぽい感じの、こう、腕章の中に入れてあった。あ、それは取材で、こうやって話してない。取材じゃないじゃなくて、いきなり罵声のように言われて、ほうほう。で、子供を守るんだったら、こんなところに子供を連れてきて危険にさらすのは矛盾してるって言われたんですよ。確かにそう思うんですけど、そこまでしないと動かないのっておかしいと思うんですよ、日本が。だから、何がこうさせてるのかをもう一回考えて、そういうことを言ってほしいなと思って。じゃあ、一言じゃなくてもいいけど、どういう思いでお子さんを連れてきたのか、そしてどうしてここでね、その再稼働反対の声を上げようと思っているのか、ご自身の思いを聞かせてください。お仕事は何してるんですか？お仕事は私の主婦です。はい。お家の仕事は、旦那さん何をしてらっしゃるんですか？サラリーマンです。普通のサラリーマン家庭です。わかりました。岐阜っていうのも、この多いからかなり近いのかな？何キロ圏ぐらいの？この間風船飛ばしの、風船を飛ばして、風でどういうふうに、推奨
濡れないようにね、はい、気をつけてね。はい、ありがとうございます。はい、こんにちは。来られました。ここに今日はね、あの朝出ました。何時頃？朝ね、おにぎり作ってたんで、ここ9時に出発してここに行きたかったんですけど、官邸前に出たんですよ。木曜日の晩から官邸前に行ってたの？はい、官邸前で官邸踊りを。大阪から出たんでしょ？ね、姫路から。あ、姫路から、はい、はい、で、官邸前行って帰って、ね、しっかり講演会を一発やって、ね、それでこっちと、はい、なんか大変な。今日はここに着いたら何時頃なんですか？やってなくて、そうなんです。もう一市民として参加して、はい、もう中継される方で、うん、どういう思いで来ました？いや、もう本当にね、止めたいんですよ。もうそれだけです。関西の人の、この大井原発再稼働に対する危機感というのはどんなものなんでしょう？あのね、関西、私たちの住んでるところは三菱とかが多いんですよ。三菱企業、はいはい、だからここの下請けなんですよ。三菱なんですよ、多いとか。全域だとどうなる？やっぱり少ないでしょうね。半年前でも増えて、よく集まってもこの間2000円ですか？少ないと思いますね。そうするとものすごいエネルギッシュ でもまだまだ数の少ない人たちと、それからまだ様子を見ているような人たちに割れてるような感じ。本当にあのテレビのプロパガンダを真に受けてる人がたくさんいる。そのままそのまま言うこと、みんな同じ、はい、じゃあそれがなければもっとね、例えばネットで伝えられてるような情報が届いていれば、もっとそういう人たちもいるのか。はい、だからもっとね、インターネット 見ろって言ってるんです。はい、アイダブルで見てくれと。もうそれすっごいアイダブルですよ。すっごい宣伝してますよ。本当にありがとうございます。また一回りするから頑張ってください。ありがとうございました。お疲れ様。濡れないでね。ちょっと、あ、こちらからでいいです。お話聞かせてください。あ、いいですよ、いいですよ。打っててこちらから話せるかどうか分かんないですけど、うん、IWJ の岩上と申します。すごい、いつも拝見してます。どうもどうも、はい、今日はどちらから？大分から来ました。大分から。この人たち、この一つグループなんですか？何かバンドをやられてるんですか？いや、今日初めてやってます。これはじゃあ何、これ素人で叩いてた？はい、すごいじゃないですか。さっき、このちょっと前からちょっといろんな人に教えてもらって、もう一回ちょっとやってみてください。伝わらない中で、私の周りは幸いなことに
から、もう次々といろんなところの原発が動いちゃうから、なんか今、フリーで動けるこのタイミングっていうのは、もうここに来るタイミングのタイミングなのかなと思って、もう、なんか来れない人の思いも込めて、何かできないかなと思ってきました。わかりました。何時頃に着いたんですか？寝ました？休憩は取りましたか？はい。車で？車で。お一人で来たの？友達やなんかと。はい、彼女。くれぐれも無理しないように、はい、気をつけてください。お体は大丈夫ですか？ありがとうございます。大丈夫大丈夫。あちこちガタが来てるけどね。こっち側からガタがね。いろいろありますけど。大丈夫です。まあちょっとロートルなんでもう。
はい、ありがとう。どちらから？滋賀からです。滋賀から？滋賀から。いつ来られたんですか？今日の8時に家を出て、11時ぐらいに、あ、12時ぐらいに来ました。12時ぐらい。はい。お仕事は何されてますか？ピアノの講師です。ピアノの先生です。あ、本当に。今日はお一人でお友達と？一人で。それは大変ですね。どういう思いで来られたんですか？どうして来なきゃって。もう今日絶対止めないといけないですよね。絶対今日止めないといけないですよね。今日しかないですよね、止めないと。滋賀というと本当に近いですよね。近いですよ。どのぐらいの距離になるんでしょう？距離わかんないですけど、直線距離だとすごい近いんですよね。電車で来るとすごい遠いんですけど、直線距離は本当に近いんですよね。20-30キロっていうと、もうちょっとあるかな。もうちょっとある。さっき京都の北部の方が40キロっておっしゃってたんですよ。だから滋賀だったらもっとお近いんだ。そうかもしれないですね。30キロぐらい。こちらへ来られて、どうですか、現場を見てお感じになったこと。いや、この声無視するんですかね。無視したらダメですよね、絶対に。はい、なんかもう涙出ますよね。無視しないでください。これが国民の声ですよね。絶対に無視しないでください。思いがあると思います、ね、胸に詰まりますね、はい、胸に詰まりますね。胸に詰まりますよ、ね、もう泣けて仕方ないですね。お、はい、気をつけて。はい、はい、ありがとうございます。ああ、久しぶり。お久しぶり。ちょっとこっちから、こっちから、こっちから。俺も取材なのよ、今日。今日俺も取材。取材。どちらから来られました？大阪。大阪から何時に来たんですか？今日は12時頃です。これ今ね、一応中継中ですから。見てお名前は？いや。もう同業者だから。見てる人わかんないけど。吉富です。吉富さん、はい。お仕事は？ジャーナリスト。ジャーナリストの吉富さんです。はい、お疲れ様。私が関西テレビで仕事をしていた時に、今日もお世話になった。久しぶりですね。お疲れ様です。5年ぶりぐらいになる。4、5年ぶりだね。もうね、1回飯食いましたもんね。この現場には何時頃に着いたんですか？この現場にはね、12時頃です。今日の、はい。もうこういうシチュエーションになってたと思いますけどね。矢上さんのね、中継をずっと夢から見てて、はい、これ大変なことになってることが来たんですよね。メディアは一切無視ですね。いや、来てますよ。来てます、来てます。でも報じてないじゃない。 ABC 来てますよ、ね、ABC 来てる。報じてる。今ちゃんと取材してる。そこ出してる。そこは誤解なきよ。いや出してる。何出してるはず。どこ？朝日テレ朝流してる。テレ朝が確か。どこ？テレ朝に流してませんよ。あ、朝日放送。うん、朝日放送は違うかもしれない、うん、他は見なかった。ABC、大阪の ABC はちゃんと中継で来てます、うん、私が来てくださいって頼む。まあね、ふざけてんの NHK ですよ。驚きますよ、本当に。官邸前のこういう行動でもね、10万を超えるという人が集まっているのを続々報じないとかね。その前の週4万5000と言われて一切報じなかった。凄まじい。だから、まあ、東京のあそこの現場にいた人は分かるんですけど、全国の人には分からないわけですよ。この現場もそうだと思います。この熱気もここに来た人には分かる。あとネットを通じては分かるかもしれないけど、既存メディアをしか信じてない人、そこしか見てない人はね、分からない。こちらに本当そこはね、非常に元同じ業界にいた人間として非常に歯がゆく思ってます。同じ業界です今でも。いやいや、もう縁は切りました。はい。僕はね、はっきりね、自分の保身とは関係なく怒りをあらわにしますよ。これはね、難しい基礎メディアは非常です。ありえない。報道の中立性って考えたってありえない。どんだけね、とんでもない思いをしてるか、やっぱ知った方がいいと思います。本当に
井さんに言ってもしょうがないんだけど。そうそう、僕も取材してるんですよ。そうだね。僕に文句言わないで。いやいやいや、でも吉見さん、そういうこと言ってたっていうことを伝えてくださいよ。わかりました。ね、カテレの人たちにも。歯がゆいぞと。ね。でもね、ABC はちゃんと伝えた。僕、この問題ずっと追いかけてる。大井原発のことテレ朝はね、姿勢を変えました。報道ステーション、ちゃんと報じています。しかし、ここから何なんだ。他の番組はどうなんだ。本当に、ね、残念に思います。まだね、だからね、やっぱり声を上げないと。内部にいる人が上げないとね、僕はダメだと思って。僕はもう内部の人間とは思えないですから、自分でも思ってないし、普通のメディアの人たちも思っていないでしょう。だから、あの僕の声はね、遠くにいる人の声になっちゃうんですよね。吉田さん。いや、でも岩上さんすごいよ。あなたこれで、ね、ヘリ飛ばしてたでしょ。ん？ヘリ飛ばせなかった。ヘリ飛ばしたよ。あれすごいな。もう感心したわ。いやいや。もう、そんな金がどこにあるんだろうと思って。金ないよ。金なんか後からだよ。よろしくお願いします。金なんかない。でもね、探したらね、案外安かった。案外安かった。でもね、うっかりしてて、15万って聞いちゃうんだよね。だからだんだん高くなってて。45万まで繰り上がった、ね、それでも広瀬さんのプロジェクトのヘリはもっと人数が乗せられて立派なもんだった、まあ、あれもね広瀬さんから声かけられて配信のお手伝いしました。だから IWC は2つ流したんですけどね。だから意外にね僕らも思い込んでたんですよ。できないって。いや、やりゃできんじゃないか。いや、 IWC すごい力持ってる。だって僕は井上さんのチャンネル見て起きたんですよ。いや、それはね、でもありがとうございます。吉村さんの問題意識があるから、それ足を運んだんですよ。まあまあ、僕もずっと何年も前から追い上ワッチしてたからね、それもあったんだけど、ただ昨日の、これで大騒ぎになってたっていうのは、アイダブジェ見てたからね。あれは影響力あった。ありがとうございます。頑張ってます。頑張ってますよ。それはそうです。あんなにしても食おうよ。はい、ありがとう。ありがとうございます。はい、大阪の大阪の、田中隆作みたいな人です。吉住さんでした。どうもありがとうございました。また後で話してください。どうもありがとうございました。気悪くしないでね。はい。あ、いつの間にか変わってる。お疲れさんでした。
もお疲れ様でした。IWJ で時々中継市民をしてる、独自の配信もする、はい、今お仕事何してる？映像制作会社で。あ、染めたの？染めたの？そうですね。あ、本当？はい。小川さんです。お疲れ様です。お疲れ様です。何日の何時頃に来ました？昨日の。どこ来んの？ちょっと入らないで。昨日の何？昨日、一昨日の夜に出て、昨日の朝10時頃に来ました。はい、今日ここまでの間ね、はい、ずっと複数のチャンネルで IW に集計してくれてたから、はい、様子はある程度ね、はい、分かってるんですけれども、はい、全部を皆さん見てるわけじゃないので、はい、この間古賀さんが見た、はい、この間の経緯、はい、どんな状況だったのかちょっと短く教えてください。そうですね、そもそもここをやる前に大井町の公園の方で、総合運動公園っていう方でずっとテント村があったんですね。サイバーの調整の人たちの、最初4人ぐらいから始めたんですけど、それがだんだん集まってきて200人、300人ぐらいになってくる。それで、今回再稼働が決まったっていうことで、何かしなきゃっていうことで、なんかちょっと過激派みたいな感じだけど、封鎖して、とりあえずその作業員を入れなくてよみたいな、があったから、なんかこういう感じになるとは思ってなかったんですけど。こういう感じっていうのは？なんかフェスみたいな、カーニバル状態ですけどね。だからなんか結構私はそういうの反対したりしてたんですけど、みんな絶対するんだみたいなことを言ってたから、それで結構昨日の3時半ぐらいにここを封鎖して、それからずっとこういう状態。で、警察がやっぱり来ますから、その警察との話し合いとか、ちょっともみ合いになったりとか、結構いろいろなことがありました。危ない場面のところもあったって聞きました。そうですね。田中さん、ご苦労様。ちょっと話聞くから。ご苦労様。いや、みんなが落ちた時に、福井2で撮っててくれて、本当ありがたかったですよ。はい、中継市民の田中さんです。ああ、田中です。ちょっと話、小朝の時聞くから。ああ、危ない場面。そうですね、やっぱり警察と揉み合いになるっていうことが、昨日の夜何回もあって、なんか3人くらい拘束はされたんですね。拘束された、でも逮捕まではならなかったんですけど、結構引きずられてる人とかがいて、で、私たちは非暴力だから、その警察が暴力振るってなるんだみたいなことで、また抗議っていうか、話し合いになったりとか。そうすると警察がね、強引な場面もあったんだろうと思うんですけど、はい、それ以上のトラブルにならなかったのは、はい、皆さんやっぱり自制していたってこと、怒りはあったでしょうけれども、そうです、ね、若い人たちも抑えて、そうですね、だから基本はその話し合いで解決しようっていう人たちなんですけど、最終手段としてこういうなんか車で封鎖みたいなことをやったっていう感じですね。これ有効なんでしょうか、今僕はこの段階から来てるから、はい、この2つの、いわばバリケードといいますかね、はい、向こうは警察側が封鎖してる、でこちらは市民側が向こうから来る人たちを入れないようにして、こういうような、機動隊が、ね、入らないようにして、この状態で、言ってみれば、硬直してるような感じ。そうですね、だからなんか機動隊の人もあっちの方から来るんですよ、向こう側からね、迂回してくる、がこっちにあるみたいで、新しい人が入ってくるんですね。2時間か3時間、2時間交代ぐらいなので交代してるんです。あ、じゃあ最前列 の、 警官も入れ替わるわけですね。入れ替わるんです。あ、なるほど、なるほど。あれ気がつくとヘルメットが武装だいぶ重厚なものになってますね。フル装備でいらっしゃってます。確かにああいうフル装備を見ると威圧的ですね。ちょっと怖い感じ。そうですね、この中継見てる人たちの間でね、はい、議論にもなってるようなのが、はい、お子さんを連れたお母さん、はい、そういう人たちのすごい切実な思い、はい、それも伝わるし、はい、また立ちはだかることによって、警官も手出しできないというですね、はい、有効性もあると思うんですけど、はい、他方で本当に心配
隊だから、はい、子どもたちをあの前線から引き離して避難させてっていう声もあるんです、はい、見ていて複雑な思いだと思いますが、はい、小川さんはご覧になってどう思いました、もしくはあのそういう人たちとお話になりました。そうですね、この集まりは主催者とかがいるわけじゃないんですね。本当に再稼働を阻止したい、バラバラな個人の集まり、集まってやってるので、誰かがその規則みたいなのを作ることはできない。だから例えば、なるほど、子供が危ないという意見があったら、じゃあそういう意見がありました、手足しましょうみたいな感じになるの で、まあ、言われたからって言わなきゃいけないってわけじゃないし、その人その人の判断。そうです。だから、まあ、その子供のお母さんとかが、まあ、こういう場面を見せることが勉強なんだって言ってた人もいるし、いらっしゃる、だからもしもこうなんか何か子供が危ないんじゃないかと思う人がいたら、やっぱりここに来て本人に言わなきゃダメだっていうような空気がちょっとあるんですよね。それぞれの思いで誰かに縛られてるわけでも誰かに命じられてるわけでもなく、その人その人、親子連れならその親子の判断できてるっていうことなんですね。そうですね。だからそれに疑問とかがある人は直接1対1で話しに来てください。そういうディスカッションの場面もあるんですね。でそれぞれに話し合って、はい、自分の意見を伝え合ってるっていう。そうですね。なるほど。なるほど。再稼働をね、阻止したいという強い思いで皆さん集まってると思うんですけれども、はい、果たして、ね、これで、はい、できるのかという声もあります、はい、おそらく必要な資材とかそれから人員はもう中に運び込まれているだろうと。この道が原発に続く陸路の一本道ではあるけれども回路もある。だからもうそれは阻止できないのではないかという声もあります、はいはい、多くの場合外野から寄せられるんだけどね、そういう声はね、そういう声に対して皆さんどんな風に思ってどんな風に感じてらっしゃるのか。それは本当に個人個人違うと思うし、まあ、私も実際そう思ったんで、そういう疑問はまあ、中心になっている、まあ、そういう考え方の中心になっている子っていうのがやっぱりいたりして、その子には直接言いました。私もあまりにも計画がなさすぎるし準備もなさすぎる。まあでもそれは自分がどういう意思表示をするかっていうことだけだから、まあ、実際ね止める気ではいるけど、それが有効かどうかっていうのはそんなに関係ない。なるほど。つまり結果を出せない行動は意味がないというんではなくて、結果の遺憾にかかわらず自分の意思を表明すると、そのこと自体に、価値があるって思ってる人が多いってことです。そうですね、はい、まあ、いろんな人がいるので分かりませんけど、まあ、私が聞いた人はそういう答えです。そうですね、はい、分かりました。寝てないでしょ。寝てないです。大丈夫？休憩しながら 寝てます。え？休憩しながら寝てます。器用だね。ちょっとこういう横になってる時は寝てると思って起こしてください。雨はまた強まってきました、はい、この間弱くなったり強くなったりの繰り返し、こんな感じですか？ずっと降ってます、まあ、でも今が一番土砂降りです、僕がついてからひどいと雨連れてきちゃう。いい時に来ました、はい、でもぐちょぐちょですよ。まあ、でも結構雨が降ってなんとなく劇的な感じになってるんで、みんなは割と喜んでる。そうそうそう、帰って帰るみたいなもんだ。雨に打たれてる、まあ、水をやったみたいな感じだね。いやしかしエネルギーすごいよね。すごいですね。どうしてこんなに続けられるんだろう。まあ、思いもあるし、あとは割と若い人が多いっていうのがある。だからなんか昔から運動してる組合系の人とか、まあ、地産地消の人さんとかもいるんですけど、なんかそんな新しい人が新しいことを始めてるっていう。まあ、東京でいうと素人の乱のタイプの人たちがね多いような感じですよね。言ってるような感じ、はい、どうもありがとうございます、はい、本当に気をつけてね、はいはい、また後で話聞かせてください、はい、どうもお疲れ様でした、はい、ありがとうございました。はい、田中さん、はい、お疲れ様です。お疲れ様です。いやいやいや、母さんこれせっかく映してるでしょ、はい、原君も映してあげてください。バッテリーがなくなってるかなり少なくなって、バッテリー持ってきましたから。あ、本当ですか、はい、いやもうね、バッテリー補給しないとこれ大変だと、夜中に見てる時に思って、
で全員が一斉にやっちゃってるんで、ああこれもったいない、ローテ組めばいいのにと思ったんだけど、電話してもここ繋がんないんですよ。そうですね、回線が弱いんで。回線弱いからね、で本当に携帯繋がんないし、あと皆さん iPhone 使っちゃってるから電話が全然繋がんないんで、まあ、そういう状態の中、はい、予定よりずっと早く、そのまま寝ないで飛び出してきて早朝に、はい、ここまでやってきました。あ、お疲れ様です。いやいや、お疲れ様です。あの田中さんは、はい、福井2で中継を始めてましたが、何日を何時頃からこっちについてスタートしたんですか？着いたのは昨日の11時ぐらいです。でデモ中継があったので、向こうの公園で、公園から、集会場が温泉施設集会をやって、でそこからスタートだったんですね。でまずは、デモ中継に行って、でデモ中継でゴールした後、ここが大変な状況になっているということ で急いで行ってくれということで駆けつけたんです。何時頃でした？それはそれはもう5時あ6時ぐらいですね。昨日の夕方の、はい、夕方の、はい、最初なかなか福井に繋がんなかったでしょ？繋がんないです ね全然繋がない。ちょっと出遅れちゃって、一般の人たちがマルチ画面作った時に入れてもらえてなかったんですよ。そうです。だから福井2がサブ2の状態になってて、ずっと気がつかなかったんですよ。あ、でもあれなんです、 Wi-Fi を使ってたんで、もう 3G よりもしょっちゅう落ちるんですよ。だから視聴率は伸びないなと最初から思っていたので。あれね、マルチがね入らなかったんです。気づかれてなかった。その代わり、皆さんが全員一斉に起きちゃった時に、2が聞いたんです。あ、本当ですか？中継途切れずに済んだ。今日僕らが、まあ、福井に着いて2時間かかる間、ちょうど落ちて、ああまずいと思った時に、ね、田中さんの中継は大変有効だったんです。あ、それは確かに、まあ、よかったです。よかった、いろんなね、現場中継市民として、来てもらってますけれども、はい、ここ来てどうですか、買ったものは？そうですね、もう前の日に官邸前に行って、でそれからここなんで、まあ、ここの方が、まあ、暑いというか、まあ、直にですからね、直に止めようとしてますので、でまあ、行動力があるのはこっちの方が行動力があるような気がしますけどね。人数はね、こんなやっぱり山の中ですよ、はい、この現場に来ても来ないとちょっとこの山の中感みたいなものは伝わらないんですけど、本当に山の中です、山の中のトンネルの手前、もう一本道です、こういうところでね、本当にあの機動隊に阻まれながら、これだけの意思表示をするっていうのは、やはり最初本当に勇気がいったんじゃないかなと思って、そうですね、その一触即発のね現場、今は少し落ち着いてるようですけれども、もうその状態はどうでした、ご覧になって？いや、でも最初から覚悟を決めてるみたいなので、何があろうと、いろいろ作戦練ってるみたいだったので、はい、若い人たちが、こちらとこちらと攻められるのは最初から想定してたみたいなので、なるほど、ずっと来続けて、まあ、そういう人数の多い少ないに関係なく、はい、止めるぞと強い思いを持ってる、はい、若者がいる、そうですね、だからコアが若者なんですね。そうだと思います、比較的には官邸前はベテランロートルが中心ですけどね。まあ、でもあれはあれで、非常にいいと思うんですけどね。で一般の人たちが、そうですね、何十万という人を動員させたというのは、そうですね、それはものすごいことだと思いますね。寝てないんじゃないですか？いや、私は寝てます。大丈夫ですか？私は寝てます。他のメンバーが寝てないだけで。なるほど、交代交代で仮眠取るなりして、くれぐれも体調崩さないように気をつけてください。はい、また後で、はい、この方は福島から一人で来てますから。誰誰どなた？あ、こんにちは、はじめまして、 IWJ の岩上と申します。ありがとうございます。福島から来られた？そうです。お名前いいですか？
立花、はい、立花さん、はい、はい、お仕事何されてる？仕事は職人です。職人、職人、うん、今日は車で来られたんですか？車で、何時頃に？車でも長浜に避難しているんで、うん、そこから避難し中なんですね。避難中。もともとお住まいというか、福島のどこなんですか？南相馬市の、原発から。ああ、そうなんだ。もう避難して1年、去年の3月16日にこっちに避難して、それからずっとこっちにいます。滋賀県に。避難先でね、原発の再稼働、こういう局面を迎えるということについて、どういう思いが終わりなんでしょう？いや、これは福島の経験からやっぱり止めないといけないと思いますね。止めるべきだと思う。今まで福島も安全安全って言われながらああいう事故が起こった、大分って同じだしって、日本全国どこでも同じだと思います。今日はお一人で来られたんですか？こっちで新しい友達できたんで、その人らと一緒に。避難先の暮らしというのはどんな風に？仮設住宅とかあるところなんでしょう？娘がこっちに嫁いでるんで、そこに身を寄せて。そうです。ご不自由されてますでしょう？いや、してないですね。インフラがちょっとまずくて住めない状態なもんで、戻っても生活できない状態ですね。それ南相馬っていうのはエリアによって避難レベルが違うと思いますけれども。そうです。立花さんのお宅はどういうあたりにあるんですか？私の方は相馬市っていう、相馬市に住む隣なんで、あんまりそういう津波の影響はあったんだけど、放射線の影響なんかはあんまりないです。今のところはね、放射線量も低いし、割合。じゃあやっぱりお暮らしになるには不安がある？そうですね、政府も本当のことを言わないから、あと内部被曝の問題なんかもあるしね、そういう心配はありますね。311以前っていうのは、今おっしゃったような、内部被曝についての知識とか、あるいは政府のね、この姿勢とか、そうしたことについての知識とか情報って終わりだったんですか？知識はありました。少しあった。30年前から反原発でやってきたもんで。そう、早々地区はずっと、その原発立地になっていたため、かなり早い段階から地元の人の中で反対する人たちもいらっしゃったと。いましたね。いました。まあ言ってみれば、ただ表立った行動はしない、そういうのはなかったですね。そういうのは なかったです。表立った行動はできなかった。そういう表立って行動したわけではない。そうですね、運動してきたわけじゃない、はい、活動家ってわけではない、してない。じゃあ原発に対する不安はあるけれども、まあ受け入れできてしまったっていう。そうですね、それしか道がなかったもんで、ね、ここまで危険なものだっていうふうに思ってらっしゃいました？思ってました。それはその原点というのは、広瀬隆さんの東京に原発像っていうのを、はい、あれを読んでから、その危険だっていうことは分かってましたけどね。福島からね、ここへ参加してるんだということ、それをこの関西の人たちにもね、お伝えになりたいと思いますし、これご覧になってる人、福島だけじゃない、全国の人がご覧になってると思うんです。お伝えになりたいこと、ぜひおっしゃってください。そうですね、今こう偶然こっちの方に、滋賀県に避難したわけですけども、滋賀県でもこういう反原発の盛り上がりがすごく多くなって、それも私も、加わっていきたいと思います。ほんで今、福島の子どもたちを滋賀に呼んで、ほんで保養キャンプなんていう計画もあるんですが、それにもお手伝いさせていただいてるんです。ああ、そうなんですね。もともとそういう運動を広めないといけないなという思いはしてます。
お疲れ様です。雨に打たれて、それでこういう状態ですから、くれぐれも風邪ひかないように、はい、お気をつけて。岩上さんもこういうジャーナリズムの仕事として大切な仕事があるんで、本当のことを正しく伝えていただきたいと思います。ありました。よろしくお願いします。ありがとうございます。お疲れ様でした。ありがとうございます。立花さん、ちなみにおいくつですか？62です。還暦過ぎてるから。お孫さんもいるんでしょ？そうです。いくつ？お孫さん。孫は6歳ですね。6歳、うん、で今ホット生活は孫のおもり、おもり仕事がね。そう、なるほど。どうもありがとうございます。ありがとうございます。頑張って。はい、ありがとうございます。ちょっと待ってください。お名前はよく聞いてたんですけども、お会いできて、こちらこそ。ドラムの凄さに見てる何万、おそらくちょっとピンとこないと思いますけど、僕が朝出てくるまでの間に、少なくとも、20万弱の人がリアルタイムで見てくる。
累積でですけれども、あのもっと増えてると思います。あ、でみんなこのドラムに、ね、本当に仰天してたんですよ。コメントどうしてこんなにね、あのタフにみんなやり続けられるの。気持ちだけですね、多分みんな。いつからみんな集まり始めたの？集まり始めたのは僕も途中から、昨日の夕方から来たんですけど、まあ、昨日の朝、もしくは朝、一昨日ぐらいから集まってて、ね、コアのメンバーっていうのは、そのオキパイ多いっていうのをやってた人たちがコアのメンバーですか？そうだと思いますね。あ、分かんない僕は、はい、分かんない、まんま混じってんの。うん、まあ、もう本当にセッションに入って、昨日の段階から入ってる、うん、そうですね、もうあのなんとか止めたいっていう気持ちを持った人がみんな集まって、でなんとか暴力は絶対ダメなんで、なんとか音楽で、まあ、楽しく、止める方向に持っていけたら。よかったらお名前教えてください。ザ・ファミリーっていう、ザ・ファミリー、はい、バンドをバンドやってます。お名前は？ベースのミュウです。ミュウです。ミュウさん、はい。それはどういうジャンルのバンドなんですか？ザ・ファミリー。家族5人でやってます、うん、あ、本当に家族バンド、はい。このベースが仕事だから太鼓叩くの本当に本職はベースですね。はい、でも、まあ、みんなうまいっすね。そうですね、みんなあのリズムは好きな人が集まってて持ち寄ってんですか、これ。そうですね、みんな、はい、持ち寄って、それぞれ楽器を持ち寄って、はい、でまあ順番に回して、はい、ほとんど大阪の人。いや、もう全国から来てますね。あ、そうですか。はい、もう九州、沖縄から、北はちょっと分かんないですけど、もう東京からももちろん来てますし、はい、全国から集まってます。あ、はい、じゃあ本当にコアな、なんか一つのバンドとか集団があって、そうですね、そういう呼吸があってんのかなと思ったら、ではなんそうじゃない。そうですね、まあ誰かが始めたリズムで、みんながそこに気持ちでリズムを乗せてる。ミュウさん自身は大阪なんですね。はい、僕は京都です、ね。あ、京都。はい、京都というともう本当に近いでしょう。多いから何キロぐらいの？近いですね。20キロ。舞鶴。あ、じゃあもう本当にあの北側の。そうですね。近いに接するというか、こっち大いに近い海岸通り。そうですね。もう、はい、海岸通りに近いです。20キロですか？ね、ごめんなさい、はっきりとした数字は分かんないけど、ない でもすごく近い、かなり近い、かなり近いです、ね。一言じゃないという思いです。もうもちろん、もう関西全域、もう日本を超えて地球の問題だと思ってます。ザ・ファミリーという名前からしてもね、家族大事にしているお父さんなんでしょうけど、はい、お子さんはいくつなんですか？お子さんいるんでしょ？あ、僕ですか？あ、僕はね、あの息子なんです。あ、まだ結婚してない、まだ結婚してない。ファミリーのバンドの息子の方。息子です。じゃあお父さんお母さんが入ってる。そうですね、父親と母親 と、はい、妹2人いて5人で。あら、そうなんだ、はい、お嫁さんまだこれから。まだこれから。あ、そうなんだ。そうですね。なるほど。すごいね、はい、子供を持ってる方々がね来て、危ないんじゃないかなとかヒヤヒヤしている人も多いと思うんですけど、まあ、ご覧になってて、それから現場にいて、はい、実際の体感としてどんな感じなんですか？うん、まあ、みんな気持ちが一つなんで、まあ、争うこともなく、機動隊との組み合いっていうのもあります。そうですね、ありますね。まあ、それはちょっとその場にいなかったんですけど、まあ、座り込んでた人を、まあ、無理やりどかしたというふうに聞いてるんで、まあ、こちらとしては気持ちでなんとか分かってほしい感じですね。まあ、なかなか難しいですけど、何か少しずつでも変わっていければここに来た甲斐があるんじゃないかなと思います。ありがとうございました。ありがとうございます。また後で話聞かせてください。はい、お疲れ様です。風邪ひかないように。はい、ありがとうございます。気持ちで、はいはいはい、みんなで乗り切りましょう。はい、すいません、あ、今シャボン玉がふわ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 、通ってますけど、すいません、一時的にちょっとこの養生してるんですけれども、カメラ、このカメラの養生をちょっとし直しますんで、セッティングし直します。すいません、これ配信は止めませんので、そのままぜひご覧になってください。雨が今また少し、止まりかけてます。
たりやんだりの連続です。今は少しドラムスの人たちインターバルを取ってちょっと休憩中の感じ、静かなリズムで地声で再稼働反対の声を続けてます。ちょっと揺れたりしますがすいません。Thank you.
からこの国に殺されんとこな、生き抜こうな、頑張ってよ、そっちで一緒にやろうな、生き抜こうな、自分で仕事分かるけどみんな自分で考えよう、自分の人生やで、殺されたらあかんで、そっち側は一番危ないで、殺されるで、あんたら大前線やで、あんたらこれから子供も作らなあかんし、自分なんてまで考えよう、言うがままになっとったらあかんで、社会の歯車になったらあかんねんで、自分で考えて自分の人生作りや、あんたの人生これからやから、いろんな生き方あるで、社会の歯車になったらあかんで、大好きやで、歯車になったらな、ゆっくり回るねん、ね、抵抗しよ、そうそう、歯車でおっていい、そうそう、抵抗しよ、自分の身を守るの自分やで、抵抗しよう、全然違うよ、ラビー方が同じ若者やで、自分で考えて絶対保証してくれへんの、大してやらんように自分を大事にして自分で考えて、自分の人生自分で切り開きや、保証してくれへんよ、天皇会だかってまず自分で考え、自分であんたの人生これからやで、カメラさん、映して。
Thank you.
IWJ なんです。昨日は集会とかデモなどの会見がありましたね。昨日の晩から中継されてるんですよね。
上がりました。今ちょっと待って、集会みたいになってるでしょ。演説してる人はですね。
で反対。お疲れ様。みんな。差し入れありがとうございます。ああ、どうも。お疲れ様。気をつけて。みんなの力。